第336回ですね。はい、トイック公開テストを受けてまいりました。同じポイント取られてる問題ありましたね。パート5で全く同じ。ただ1問めっちゃ難かった。ビビりましたよ。久々だなと思って。お待たせしました。もてちゃんです。さあ受けてきました。トイック公開テストですね。何回ですか？第336回ですね。はい、トイック公開テスト受けてまいりました。はい、そちらのね感想を述べていきたいかなと思います。はい、受けた皆様お疲れ様でした。そしてねご受験の人はもしかしたらこの動画出た後に、はい、受ける方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、いやー今回はパート5がこれだけ難しかったのは久しぶりかなって思いますね。まあ567難かったですね。だからリーディングがかなりレベルの高いものだなというふうに思いました。このねこやつもなかなかね難しいと思うんですよね。公式問題集のね点ね、それ解いてる動画明日出せるかな、編集間に合えば出すんですけど、あ同じポイント取られてる問題ありましたね。パート5で全く同じ答えあったね。全く同じ形してるし全く同じ回答っていうのはありましたけども、そうですね。じゃあ全体見ていきましょうか。はい、まずパート1ですね。パート1はまあ普通かな、はい、まあ、やっぱり表現として知らなきゃ難しいだろうなっていうのはありますけど、まあそれでもまあ解けるんじゃないかなって思いますね。あの階段こう降りてるフォームですとか、そうフォームって複数ある可能性がありますから、はい、僕はそれだったんですけど、あ6枚目のね写真がねすげえ知ってる場所にそっくりなんだよ。まあアメリカだったらああいう場所って他にもある可能性はあるんだけど、いや随分似てて、私が知ってるところと、まあ来月アメリカ行ってくるんでその場所にも行くので同じ場所なのか確かめてきますね。もうだから写真を頭っていうかもう目に焼き付けて、こう脳裏にねこう焼き付けるというか、めっちゃ見て、いやこれそっくりでしょあそこにって思いながら見てたんで、はい、まあ、だから表現をちゃんとしてればって感じですね。でパート2に関してはまあこれも普通としておきますね。ただ1問めっちゃ難かった。いや変化球だったのかな、えどれも正解じゃなくねって思った。マジで遠い答えが、変化球まあやっぱり後半にバババンと来たんですけど、その問題だけが根拠がえ遠すぎえってなった。他のものはまあ遠いけどこれが答えだろうなっていう感じになったし、きっかけがねいやらしかった。前にも言ってる、わからないって言ったらね絶対正解になるって言ってたのに、わからないの後にある表現を付け足すことによって不正解の選択肢にするっていうのがまた出てましたね。不ゲーって思った。こんな不ゲーってなかなかむずいのやってくるなと思って、はい、Part 3はまあできたと思います。多分大丈夫だってだとは思いますね。結構まあ場面が難しいとかっていうのもあったんですけど、まあ、それでもいけたかなと思いますね。でパート4ですね。パート4 1個めっちゃむずいのあったよね。あれページめくったやつ、ページめくった最初のやつだったと思うんだけど、おマジって思って、なんだこの状況って思って進んでって、多分もう周りの人たちも止まったと思う。本当に何これみたいな、まあいわゆる先読みがこうパパパパパッと進むのってあるじゃないですか。もうペースとして、はいはい聞き終わった、はい次先読み、はい聞き終わった次先読みっていう風にやっていくんですけど、この問題だけえ聞き終わったけど合ってんのかなこれでってなりましたね。まあ結局いけたんだけど、でもあれはやばかった。あそう、僕って別に先読みしなくても解けるんで、だ次の問題の先読みが間に合ってなくても別に解けてはいたんで、ちょっとねびっくりした、なんだこの場面っていうのがありましたね。なんか好きな単語はやっぱあるよね。最近流行り、これもそうだったけど、なんか最近災害出るよね、よくね。なんか災害出るなって思ったし、あとインシュレーションだっけ、あれもよく出てくるなっていう風にすごい思った。これリスニングで2回、リーディングで1回かな、出てたよね話題に。あ別に答えになってるわけではないんですけど、いやだからなかなかねパート4も考えさせられたけどね。あだからパート3が普通、パート4がややなんかな。でいよいよリーディングパート5ですね。いやだからこれが久しぶりになんかな、難しかったね。ちょっと止まったよ。いや多分全部できたと思いますよ。全部できたと思うけど、それでもいややっぱコロケーションだよね。このコロケーションで合ってるかな。なんか習ったことはない、でもなんとなく見たことある気がするし、なんとなく聞いたことがあるとか、あこれで来てるんだから、この文脈なんだからね、
これじゃないとおかしいよな。コロケーション的にはなんかこれも入りそう。日本語にしたらこれもこれも入る。でもコロケーションなんか響きだったり文脈だったりでこれだよなみたいなのもあったし、まさに意味だったらもうバッチリ日本語だったらどっちもいけるけど、後ろにこの形を取っているとか後ろにこれを取っているから、だからこれが正解っていうのがありましたね。いやビビりましたよ。久々だなと思って。いやめっちゃ間違ってる人多いと思いますよ。これもう後のね反省会ライブやりますけど、これは荒れるというか、多分いろんなの出てくると思います。これ選んだこれ選んだみたいなのがたくさん出てくると思いますね。続いてパーセックス。いやーこいつもねややなんかな苦戦したというか、まあ焦ったよね。なんかこう一生懸命読んじゃった。まあまあまあもちろん寝てない寝不足、まあ昨日ねただ曜日の生配信してね結構もう興奮冷めやらぬみたいな感じでなかなか寝れなかったので、それもあったんだけど、何回も読み直して、ああ頭入んなかった、もう一回読まなきゃっていうのがあったっていうのはあるにしても、それを考慮してもそれを加味しても難しい。一個さなんだっけ化粧品関係浮かばねえよ状況がって思ってね。普通だったらそう化粧はわからんわね。男性には不利だわねあれはね多分。まあだから自分の使ってる保湿クリームをイメージしながら解いた。わかんないからどういう感じなのかっていうのがね。でその想像でなんとかしましたね。はい、よかった。多分できたと思うけどね。で結構時間取られた。時計あるとこだったんで時計見ながらだったんで、ああ結構時間かかっちゃうなパート6って思って。5は、まあ、難しくて悩むのはあったけど、もちろん解けるとこあったんでバババババって言ったんだけど、6はやっぱちょっとかかっちゃったね時間が。で7入ってだいたい10分貯金があるぐらいの感じで進んでって、いよいよパート7ですよ。パート7なんですね。はい、むずいよマジで。いや時間かかっちゃったわ。今回ノットが多かったよね。4問ぐらいあった。なんか0とかさ1が最近は多かったのに、ノット問題4あるってすげえめんどくさかったな。やっぱインディケイテッドとかステイテッドもあったな。コンクルーデッドとかさ、ここから言えるのは何ですかって、あのいわゆるねいろんなとこ読まなきゃいけない、かなり多くの範囲を読まなきゃいけないやつ、細かくないやつがね多くてね、マジかって思ってさ。4問中3問みたいなのもあったよね。いやちょっと面倒みたいな。単語の以下も難かったし、いつもよりだいぶ悩むものだったよね。そんな言い換えできんのっていう、ちょっと見ておこう自分も今。類語には載ってないと思うんだよね普通に。ただまあ意味的にあれだろうっていうのであったけど、そうだよね。普通に英英で探しても英和で探しても、その訳では出てこないもんね。でもまあこれだろうっていうのがあったから。で言い換えが結構結構むずいのも出てる。かなりの難単語がその言い換えに使われてるから、ああ絶対これ間違えるだろうなっていうのがあった。あもうこれは多くの人がこっちじゃなくてこっち選んじゃうだろうな、勘違いするだろうなっていうのもあった。消去法でやってるつもりでも間違っちゃうだろうなっていうのがありましたし、あまあまあちなみにこれこいつにもありますねそういう問題がね。ちょっと好きなのもありましたけどね。あこれ面白い、この言い換え楽しい、楽しいとかもうやばいこれ来たみたいなのあったけどね。こんな感じで、やっぱね成分のないトリプルとかダブルも長いのあったしね。生地ここで来るとかね、短いのももちろんあったんですけど、躍進した、疲れたマジで。だからもうこれね動画上げたらもう寝ます昼寝します。ただ生配信まで本当にぜひ皆さん受けた方ね、感想お待ちしておりますのでぜひお聞かせください。いやなかなかだった、久しぶりでしたね。まあ楽しんだといえば楽しんだんですけど、はい、ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。